はい、皆さんこんにちは。佐賀キャッツでございます。もうすぐ12時でございますね。ヌーンでございます。まったりできますね。ほんまにこれくらいの気候だと。はい、今日は予定もないんですね。まあなんか予定入りそうな気もしますけどね。ドルウォンが1348でして、円は 148.61 と、どうも介入していない感じですね。どうも介入にビビってですね、いまいち円安に行ききれないという感じがしますけどね。と、原油 82.73、 軟調ですね。これなんか減産はしてるんですけども、なんか需要がそんなに伸びないんちゃうかという見通しがあるみたいですね。金は相変わらず安い、1837でございます。さて、本題はウクライナでございまして、これ昨日の12時5分にザクザクに出た記事ですね。ウクライナの特殊部隊クリミア上陸か、兵器不足の指摘も、西側の支援がどこまで継続するかが焦点、ロシア側は阻止主張と。もうちょっと読んでみましょうか。ウクライナ国防省情報総局のユソフ報道官は、南部クリミア半島にウクライナの特殊作戦部隊が上陸し、ロシア軍を攻撃した上で撤収したと明らかにした。ウクライナメディア、ウクラインスカ・プラウダが4日伝えた。クリミアは2014年にロシアが併合をしており、ゼレンスキー大統領は奪還への決意を繰り返し表明している。上陸したとする日時など詳細は不明。情報総局は数隻の小型ボートが岸に近づき、上陸した複数の兵士はウクライナ国旗を掲げる動画を公開した。ユーソフ氏は多くのロシア兵が死傷した。ウクライナ兵にも犠牲が出たが、ロシア側ほど多くはないと説明している。一方、タス通信によると、ロシア連邦保安局 FSB は、ウクライナ軍によるクリミア侵入を阻止して部隊の一人を拘束したと発表した。ゼレンスキー氏は東部と南部の4州とともにクリミアも占領から脱すると強調するなど、クリミア奪還を譲れない目標に掲げると。もうちょっと行きましょうか。クリミア攻撃にはドローンのほか、英国がフランスと共同開発した射程250キロ超の巡航ミサイルストームシャドウや、ウクライナ国産の巡航ミサイルネプチューンを使用しているとの分析がある。米政権が供与すると報じられた射程300キロのミサイル、エイタクムスも使用する意向とみられる。ただウクライナでは兵器の不足も指摘されており、西側の支援がどこまで継続するかも焦点となっているということで、この記事は終わっています。何しに行ったんですか、クリミア半島に。ただ旗を立てに行っただけちゃうんでしょ、これ。何かの作戦目的があってですね、特殊部隊が上陸して、で、その作戦の目的を果たしたかどうか分かりませんよね、この、プレス発表では。でロシアは撃退したと言ってますね。で、一人拘束したと言ってます。何かをしに行ったんやと思うんですよ。ただ、旗を立ててね、それをね、動画に撮ってね、帰ってくるのは小学生ちゃうやから、ほんまに。何かを仕掛けていって、多分、その目標は果たせずに、ロシア側に追い返されたんちゃうかなという気がしますね。で、一人拘束されたかどうかわからないですけど、でそれによってですね、ロシア側から発表されるの EA から、ウクライナ側から発表したという感じがしなくもないですけどね。で両方でお互い勝ったかったって言い合ってるわけですけど、なんと言いますかね、こうミサイルでね攻撃する分には人的被害はないわけでしょ。で人が行くということはね、人的被害が想定されるわけですよ。だから何か崇高な目的が、崇高なって言えないですけど、誰かをさらってくるとかね、
どこかに爆弾仕掛けるとかね、あるいはもう旗あげるんやったらね、その日本でいいやはですね、国会議事堂の上にあげるとかね、それくらいのこう象徴的な何かがなければいけないはずなんですよ。だからあれですね、その作戦は失敗したというふうに見なせるんではないんでしょうかね。もうなんていうか、私はですね、日本語の報道を読むだけなんですけども、ウクライナ側はですね、あんまり上手に戦ってるという感じがしないんですけどね。なんて言いますか、こう真正面から言ってるなという気がするわけなんですよ。で、武器をこせ、武器をこせって言ってる。アメリカもアメリカでね、今頃になってね、エータークムスみたいな渡すなよって、もっと早う渡したらよと。もう、どんどん早う渡してたら、もうちょっとマシやったかもしれへんわけですよ。で、支援するアメリカもね、兵力、兵器の逐次投入というですね、間違いを犯してますし、ウクライナ側もですね、その、ロシア軍が守ってるところをわざわざ攻めんなよと思うんですよ。真正面から言ったってね、数ではロシアが勝ってるわけですよ。で、いくら西側のね、強い兵器をね、もらったところでね、真正面から言ってたらやっぱり犠牲は出るわけですよね。こう、意外性というものがないんですよ、ウクライナでやることって。大体みんな予測できることをやってるわけです。で、ロシアだってね、あんだけ戦線がありゃですね、弱いところは必ずあるはずなんですよ。弱いところをね、攻めるというのは基本なわけでして、なんか強いところを攻めてるような気がするんですよね。で、それにはね、なんかだいぶゼレンスキーが作戦に口を出してるというイメージがあるんですよ。で、ゼレンスキーって素人でしょ？元コメディアンでしょ？昔ね、ヒトラーがよくですね、第二次世界大戦のドイツ軍のヒトラーが作戦にいっぱい口出したんですよ。ヒトラーはね、伍長なんですよ。伍長というのは士官と言いまして、まあ大体イメージでは兵隊さん5人ぐらいを指揮してるっていう人なんですけど、伍長なんですね。で、元は絵描きなんですね、ヒトラーというのは。なんで、将軍からするとお前素人やということになりますね。ただ、時々ね、ヒトラーはね、勘が良かったらしいですね。勘がさえ渡っていた、最初の頃はね。で、うわすごいやんっていうようになることもあったらしいんですけど、ゼレちゃんがうわすごいやんと今まで思わせたところはあんまりないんですね、作戦上で。あ、これすごい、ウクライナの作戦すごいやんみたいな。最初ですね、キーウの攻略作戦を押し返したってなる見事でしたね、補給線を立って。でもあれは多分参謀総長やってるんですね。で、膠着してからはですね、なんかですね、やたらと口を出してるような感じが見受けられるんですけども、まともに真正面からね、ロシア軍って守るの強いんですよ、ほんまに。守るのはやたらと強いのがロシア軍で、昔からね。粘り強さがロシア軍の本来のこう凄みなわけですよ。そこを真正面から言ってどうすんやって、もっとちゃうことやれちゃうことと。もともと兵力少ないわけですからね、そこをちょっとこういろいろはてなと、はてなマークをいっぱい出したいなというような軍事的な動きが多いような気がしますね。だからゼレちゃんもね、もう口出したらあかん。もう現場というか軍のことはね、軍の専門家に任せた方がいいですよ。最終判断で、はい、じゃあお願いっていうのが総司令官である、文民であるゼレちゃんの仕事であってですね、いちいちこの町守れとか、あそこ攻めろとかって言わんでええねん、そんな。そんなもんは、もう持ちは持ち屋でね、軍の人が考えるわけでして、参謀総長優秀らしいですからね。で、ゼレちゃんの役割は国民を鼓舞する、盛り上げる。あと、アメリカのケツ叩いてシリアいっぱい兵器出させると。いうのがゼレちゃんの役割でして、まあその方面においては、そこそこいい仕事をしているとは思いますけどね。はい。いうことでございまして、ちょっとですね、閣下そういうようなところがございます。このザクザクのですね、今ですね、
今全部読んだかなこれ、あのページを貼っておきますんでですね確認をされたい方は行ってみてください。なんかようわからん作戦でしたというお話でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。